ARPG も少しずつ進化していてゲームによって色々な方向性を目指して開発されています面白い ARPG は何千時間もプレイできるものも多くハマってしまうと抜け出せない魅力がありますそんな中で今回はまだ開発中の新作から今後も進化を期待したい ARPG を6 0 0 0集めました興味のある方はぜひ参考にしてみてくださいまずはパスオブエクザイルから大きな変化を遂げた ARPG パスオブエクザイル2グリーンディングギアゲームズ によって開発されクリーニングギアゲームズによってパブリッシングされる自由度の高いビルドが作れるダークファンタジーの ARPG です料金体系はおそらくパスオブエクザイルと同じくフリートゥープレイで対応プラットフォームは PCPS5XBOXXS ですローンチ日ははっきりとしませんが2024年の年末にクローズドベータテストがあるので2025年後半にはローンチされる可能性が高そうですパソコンエグザイルはインターフェースのみ日本語対応しているので同じようなローンチ ーカライズの対応になると思いパスオブエクザイル2はダークで美しいグラフィックで独特の世界観を持っています1と2はアカウントは共通していますが別々のゲームとして扱われて2は単純な続編としてではなくて別物の新作としてプレイしていくことになります2も基本的なプレイの流れは1と同じくアクトと呼ばれるストーリーラインをクリアしていきそれらをクリアすると本当の意味でのスタートのエンドゲームへと進んでいきます2では新たに100以上ものボスが追加されて エリアごとととににユニークななな動きを持った特殊なボスと戦うことになります。1から2への大きな変化としてはゲームスピードの変化があります。1でのコンバットはテンポがとても速く一瞬でモンスターの集団を倒してどんどん進んでいくのがエンドゲームの基本でした。2ではスペースバーを押すことでドジロールができるようになりエルデンリングのようなフィーリングを加えたコンバットになることでテンポがゆっくりになってさらにもう少し戦略的なものになります。そしてエンドゲームでは1よりは遅いけど一気にモンスターを倒せるような テンポ感も失われてはいないみたいです他にもデュアルスペシャライゼーションシステムによる変化があります1では武器の切り替えはシステムとしては存在していたけど状況を見て切り替えるぐらいで頻繁に切り替えるようなものではなかったんですが2では武器それぞれにスキルをセットすることができるようになりました例えばコールドのスペルを使う時にはコールドのモッドが付いたスタッフにライトニングのスペルを使う時にはライトニングのモッドが付いたスタッフに自動的に切り替えることができるようになりますこれだけでも素晴らしいシステムなんだけど、同時に 武器とともにパッシブスキルを切り替えることも可能でコールドならコールドビルドライトニングならライトニングビルドにダイナミックに切り替えられるようになりますただしスキルの書から手に入るポイントのみが対象なので極端に違うビルド例えばメイスを振るう戦士から炎の魔法使いに変化することはできないといった具合ですこのシステムが採用されたことでビルドの広がりを感じるし今まで作りにくかったハイブリッドビルドが作りやすくなるので1では実現できなかったことができるようになるかもしれません2ではクラスは 12個個あっってて現在ででは8個まま明らかになっていますもちろん、1と同じくアセンダンシーを選択することで、より専門的なビルドを組めるようになっているので、クラスとアセンダンシーの組み合わせを考えるのが楽しそうです。あとは、1から良くなっている点として、コントローラーに対する最適化、あるいはコンソールに対する最適化が進んだことで、マウスキーボードに苦手意識があるプレイヤーでも遊びやすくなっています。パソコンエグザル2は ARPG のスタンダードになり得るゲームなので、楽しみにしたいです。次に、マインクラス、 クラフトとディアブロ2を掛け合わせた ARPG。こちらはまだタイトル未定です。ムーンビストプロダクションによって開発され、パブリッシングに関してはまだ未定の豊富なバイオームやプレイヤーが作り出すコンテンツが魅力のファンタジー ARPG です。料金体系や対応プラットフォームはまだ不明です。ローンチビもまだ不明です。 このゲームに関してまだ知らない方も多いとは思いますが開発をしているムーンビストプロダクションは ARPG 開発のベテランたちが集まって作られたスタジオですディアブロシリーズやトーチライトシリーズワールドオブ・ウォークラフトなどのたくさんのゲームに関わってきた人たちでチームが構成されているので期待感が高いですビジュアルはカートゥーンっぽい見た目ながらダークな雰囲気も醸し出すユニークな見た目ですこのゲームで特徴的なのは地形などがプロシージャル生成されることで毎回違った世界が が作られることです、まあ、ダンジョンがプロシージャル生成されるケースは多いんだけど世界全体がダイナミックに変化していくようなので他の ARPG にはないような遊び方ができるかもしれません世界をカスタマイズするツールのようなものが用意されていてプレイヤー自身でオブジェクトを置いたりとか地形を変更したりとか世界を作っていくマインクラフト的な要素も持っています例えば他のゲームでいうウェイポイントのようなものを自分で考えて置いたりすることもできますまだまだ明らかになっていないことが多いんですが使えるスキルはベーシックなもの 大体用意されていてい地形などと同じようにスキルもかなりカスタマイズすることができるみたいです操作周りでいくと見下ろし視点のゲームでは珍しく自由にジャンプすることができるみたいで2段ジャンプもできたりとか壁に登ったりも自由にできるみたいですクラスなどが用意されているのかっていうのはまだわからないんですがおそらくはキャラクターのビルドによって個性をつけていくことになりそうですここまでいろんなことができる ARPG っていうのは今までなかったんでこのゲームが ARPG に新しい風を呼び込んでくれることを期待しています 次に、ディアブロとパスオブエグザイルを混ぜたようなプレイ感覚の ARPG、ラストエポック。イレブンス・アワー・ゲームズによって開発され、イレブンス・アワー・ゲームズによってパブリッシングされる、スキル自体もカスタマイズできる ARPG です。料金体系はバイトゥー・プレイで、対応プラットフォームは PC です。こんちは、すでにされています。インターフェースの日本語対応もされたので、今まで敬遠していた人でも、新たにプレイを始めるにはいいタイミングかもしれないです。ラストエポックは、ディアブロやパスオブエグザイル、それにクロノ・ クロノトリガーにインスパイアされていて、基本はパスオブエグザイル。グラフィックやプレイフィールはディアブロ4に近くて、ストーリー部分にはクロノトリガーの時間を移動する部分が要素としてあります。パスオブエグザイルほど複雑ではなくて、ディアブロ4ほどシンプルでもないといった感じで、ちょうど2つのゲームの間に位置するようなゲームになっています。ゲームの進め方としては、パスオブエグザイルのようにアクトをクリアしてからエンドゲームを遊んでいくといった感じで分かりやすい作りになっています。クラスは5つあり、それぞれ3つずつのスペシャライゼーションがあります。 クラスそのものにスキルツリーがあり、基本となるクラスと選んだスペシャライゼーションのスキルを振っていくことで、クラスやスペシャライゼーションを強化していきます。特徴的なのは、スキルそのものにもスキルツリーが用意されていて、どのスキルを強化するのか、で、どういう方向でビルドを作っていくのかっていうのを決めていく感じです。レベルが上がっていくごとにスキルポイントを振っていって、スキルの効果が変化していくっていうのは面白くて、全体のキャラクターとしてのビルドをどうするのかっていうのを考えながら、キャラクターを作り上げていくことになります。 メニューをいつでも呼び出すことができて、どこでも装備のアフィックスをクラフトによって変更することができるのが便利で使えないアイテムが使えるアイテムになったりするっていうのが素晴らしいです。バッチ1.1のアップデートによってドジロールが追加され、戦略の幅が増えて、さらにゲームとしての深さが出たラストエポックですが、やり込み要素もどんどんと増えてきていて、面白いゲームへと進化していってます。これからのアップデートにも期待していきたいです。次に分かりやすくプレイしやすい王道の arpg ディアブロ4。リザードエンターテイメントによって開発。 ブリザードエンターテインメントによってパブリッシングされるシーズンや拡張での進化が楽しい ARPG です料金体系は Buy to Play で対応プラットフォームは PC、PS5、Xbox、X、S ですローンチはすでにされていますが拡張が2024年10月8日にリリース予定です日本語対応はインターフェースはもちろん日本語でのフルボイスに対応していますダークな世界観は没入感が素晴らしくストーリーラインが弱めな ARPG が多い中でフルボイスのムービーやインウツと とした世界はよくできているのでエンドゲームまで深くやらないようなカジュアルなプレイヤーでやっても楽しめますキャラクタービルドの作り方も比較的わかりやすい作りになっています装備スキルツリーパラゴンの3つの要素によってビルドが構成されていて単純で ARPG に慣れていない人でも感覚的にキャラクターを強くしていくことができます拡張を目前にしても進化は止まらずシーズン5ではローグライクのようなウェーブ性のモンスターの群れを倒していく新要素が追加される予定ですローグライクと ARPG は親和性死 面白いものになりそうなので期待したいですそしてなんといっても拡張での目玉となる新クラスのスピリットボーンが開発の配信にて明らかになりましたスピリットボーンはイーグル、センティピード、ジャガー、ゴリラの4つのスピリットを使うことができますイーグルは雷系の攻撃が基本で移動系のスキルに長けていて優先度の高い敵を倒すのに向いているスピリットですセンティピードは毒系の攻撃が基本でドットをばらまいたりとか CC を使っていくスピリットですジャガーは炎系 の攻攻撃撃が基本で素早くく動いいてて強力な攻撃を使っていくことがででできるスピリリットですゴリラはディフェンンシブでタンクのような役割のスピリットですこのスピリットボーン全体のプレイ感覚としては現存するクラスを全部混ぜたような感じでスピリットを使い分けながら使っていくそういう感じになりそうです発売直後に比べるとプレイヤーの動きも少し落ち着いてきていますが拡張をきっかけにしてまた盛り上がりを見せそうなディアブロ4に今後も期待したいです次にソウルシリーズとディアブロを足したようなプレイ感覚 感覚の ARPG、No Rest For The Wicket。ムーンスタジオによって開発され、プライベートディビジョンによってパブリッシングされる絵画のような独特のグラフィックの ARPG です。料金体系は Buy To Play で、対応プラットフォームは PC、PS5、Xbox、XS です。ローンチはすでにされていますが、現在アーリーアクセス中で1.0に向けて開発がされています。とにかくビジュアルが美しく、アニメーションが細かく描かれていて繊細で絵画の世界に入り込んだようなグラフィックをしています。コンバットはまさにソウルライクで、リスクとリワード 意識ししたたゆっっくりとしたペースで進む戦略的ななものになっていますキャラクターのビルドはソウルシリーズプラスディアブロといったところでレベルが上がるとステータスを振ることができるのはソウルっぽくて装備に関してはディアブロのように敵を倒していく中で吟味していいものを集めていくといった感じです武器にはルーンと呼ばれる特殊なスキルをはめ込むことができてコンバット中にフォーカスというリソースを使ってバフをつけたりとか強力な攻撃を敵に与えたりできますポストの戦いは難易度が高めで歯たえがあり何度も挑戦していくことで でクリアしていきますレベルアップや装備による強化によって難易度はある程度下げられますがプレイヤースキルにかなり依存するゲームなのでポストの動きを理解していくことが重要になってきます他にもサクラメントと呼ばれるハブエリアがありこちらを復興していくこともこのゲームの一つの醍醐味になっていますオーバーワールドで集めた木材や鉱石などのアイテムをサクラメントに持っていくことで復興が進んでいき便利になっていくしこのエリアに自宅を持つこともできます自宅はカスタマイズすることができてインテリアを整えたりとか チェストをを置いいいたたたりり素素材格好のためのののめ施設を作っとと細かかくいじるるるこがができるのでできき建築の要なな人ももハマるかもしれないです現状、開発による悪い部分の改善のスピードはかなり速く、細かいパッチノートなどで何が改善していっているのかよくわかるものになっています。ロードマップもすでに決まっており、マルチプレイヤーや PVP の要素など1.0に向けて大きく変化していくのは間違いないです。Norest for the Wicked は美しい世界だけではなくて幅の広い遊び方ができるゲームなので、ARPG 次に m、MM、m r p g の性質を持った見下ろし視点の ARPG コアパンクアーティフィシャルコアによって開発されアーティフィシャルコアによってパブリッシングされるドタ2のようなスタイライズとされたグラフィックが特徴的な ARPG 料金体系はフリートゥープレイで対応プラットフォームは PC ですローンチ日は未定で現在クローズドベータ中です一応ジャンルとしては MMORPG ではあるんだけど ARPG 的な要素も持っているので今回取り上げました シームレスなマップの中で動き回って探索したり敵を倒したりするのが基本のゲームです。コンテンツとしては各地にあるダンジョンをクリアしていく PVE 要素やシームレスなオープンワールドの中を動き回っていく中で出会うプレイヤーと戦う PVP などがあります。オープンワールド PVP に関してはカルマシステムというものが用意されています。自分と同じレベルのプレイヤーを100人以上倒すか自分よりレベルが3以上低いプレイヤーを倒すとカルマポイントが溜まって犯罪者となってマップ上で赤く表示されます。 犯罪者は倒されると装備しているアーティファクトや武器を落とします。このシステムは低レベルのプレイヤーを倒しすぎるとリスクを負うようなものである種のバウンティー状態になって倒されるリスクを負いながら PVP をしていくことになります。 キャラクタービルドは武器や防具などの装備品とキャラクターに用意されているタレントそれとアーティファクトと呼ばれるアイテムによって構成されますクラフト要素もあって装備を作ったりすることもできます MMORPG の要素を持っているので他の ARPG とはまた違った感覚で遊べそうなゲームなので興味のある人は注目しておくといいかもしれないですまとめとして今回紹介したゲームは似ている要素を持ってはいますがそれぞれに目指す方向性が違っていますなので遊んでいても違った感覚でプレイできるので ARPG が好きです 好きな人でも遊び分けていくことができそうです。ARPG も MMRPG と同様に時間をかけて進化していくケースが多く、これから時間が経てばさらに要素が増え面白くなっていきそうで楽しみです。見てくださってありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。ではまた。